2023年9月13日、ウクライナ南部のクリミア半島西部にあるロシア海軍黒海艦隊の基地セバストポリ港に、ウクライナ軍が大規模なミサイル攻撃を実施したことをウクライナ軍が発表し、ロシア国防省も攻撃があったことを認めたよ。ロシア国防省が発表したところによると、13日未明にウクライナ軍が発射した巡航ミサイル10発が、セバストポリ港にあるオルジョニキーゼ艦船修理工場に巡航ミサイル10発が飛来し、工場内で修理中だった艦船2隻が損傷したと説明したほか、黒海艦隊の航行中の艦船に対しウクライナが水上ドローン3隻で攻撃を仕掛けたことも明らかにした上で、ロシア国防省はセバストリ港に配置されていた防空部隊が巡航ミサイル7発を迎撃し、海上においては哨戒艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張したらしいな。さて今回はウクライナ軍がセバストポリのロシア海軍基地を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア側が任命したセバストポリ市長のラズボジャエフ氏もセバストポリ港付近から大きな火柱が上がり、それに照らされて黒煙が立ち上る様子を撮影した動画とともに、ウクライナ軍からのミサイル攻撃によって港付近で火災が発生したことと、24人が負傷したことを、SNS に投稿して明らかにしたよ。攻撃を受けた艦船修理工場にはイヌイドックと潜水艦修理部局とがあり、攻撃当時修理を受けていた黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦ロストフナドヌーと、バルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクが巡航ミサイル攻撃によって損傷したとされ、それぞれ損傷の程度は公式には不明だね。しかし、ウクライナロシア双方の損失をインターネットや SNS などで公開されている動画や、画像などの視覚的証拠を元に分析しているオランダのオープンソースサイトオーリクスのによると、潜水艦については損傷を受けているとみられ、揚陸艦は完全に破壊されたと分析して報告していて、これが事実であるとするならばロシア海軍黒海艦隊において、潜水艦の被害は初となるぜ。この攻撃に使用された巡航ミサイルは、イギリスとフランスからウクライナに供与されている、ストームシャドウ SCALPEG であるとロシア系の軍事ブロガーが指摘しているな。ストームシャドウ SCALPEG はフランスとイギリスが共同開発した長射程巡航ミサイルで、2000年以降導入を進めている航空機から発射する空中発射型の巡航ミサイルで、フランスでは、SCALPEG フランス語でサイズとミーディクロイズアイリオートノームロングーパートイエンプロイジーンラルという呼称で呼ばれていて、ストームシャドウという呼称はイギリス側の同ミサイルの呼称だね。ミサイル本体は断面が四角形の形状で、大きさは直径 0.48 メートル全長 5.1 メートル重さは 1230kg とされ、弾頭にはタンデムヒート弾頭が搭載され戦車などの装甲を貫く破壊力があり、推進動力にはターボジェットエンジンが搭載されて 1000km/gm0.8 の速度で飛翔して、250km 以上の射程距離を持つとされているんだ。航空機から発射されたミサイルは中間誘導として INS、GPS、DERPROM などによって、低空を敵のレーダー波を避けるように自律的に飛行して目標に接近し、終端誘導は本体に内蔵されている赤外線画像シーカーによって行われ正確に目標を攻撃することができるよ。ウクライナ軍ではこのストームシャドウ SCALPEG をウクライナ空軍が保有しているスホイ24などの攻撃機から発射できるように改修を加え、すでに今年の5月頃からロシア軍関連の施設や補給路にある橋梁への攻撃などに使用していたんだ。そしてロシアの軍事ブロガー情報を裏付けるかのように、ウクライナ空軍のオレシチュク司令官がセバストポリへの攻撃については、空軍パイロットの素晴らしい戦闘行為に感謝の意を表明するとして、我が国を占領している者たちは今もセバストポリへの夜間爆撃への対処に追われているところだとも述べていることに加えて、ウクライナ国防省情報総局 GUR もセバストポリ造船所オルジョニキーゼ船舶修理工場の設備に大きな被害が出ており、ロシア海軍の大型揚陸艦と潜水艦の破壊が確認されたとロシア海軍に与えた損害について具体的に発表しているぜ。
今回の攻撃で損傷を受けたとされるキロ級潜水艦は1982年から旧ソ連海軍に配備されたディーゼルエンジンを搭載する通常動力型の攻撃型潜水艦で、その後数度の改良を重ねて現在運用中の艦は1990年代半ばに収益が始まったプロジェクト636モデル以降の艦になり、国海艦隊に配備されている潜水艦は全て海キロ級と呼ばれているね。このプロジェクト 636.3 と呼ばれる海キロ級潜水艦の中で、ロストフナドヌーはその2番艦にあたり、2014年12月に就役し、533mm 魚雷発射艦6機を備え、最大で18発の魚雷、もしくは最大10発のカリブル巡航ミサイルを搭載することができるぜ。ロシア海軍黒海艦隊の第4独立潜水艦旅団には6隻の海キロ級潜水艦が在籍していて、そのうちの4隻は2022年2月24日のウクライナ侵略を開始する前に黒海に配備されており、ウクライナ海軍がほぼ壊滅状態にあることから黒海をほぼ自由に行動しながら、侵略戦争開始当初からカリブル巡航ミサイルを発射するプラットフォームとして使用されていたってわけだ。また、ロプーチャ級揚陸艦はこちらも旧ソ連時代の1975年から運用が始まった大型揚陸艦で、満杯水量4080トンで最大450トンの貨物、戦車重量もしくは25台の装甲兵員輸送車を運ぶことができるな。今回破壊されたミンスクはプロジェクト 775II の6番艦として1983年に就役し、同艦は本来バルト艦隊に所属している艦艇であったけど、こちらもまたロストフナドヌーと同様に侵攻前に黒海艦隊に配備されていたんだ。ミンスクは昨年3月にウクライナ南部ヘルソン州のベルジャンシクの港がウクライナ軍のミサイル攻撃によって、タピール級揚陸艦サラトフが撃沈された時に同港に停泊しており、その際に損傷してセバストポリで修理受けていたとされていて、今回の攻撃によって完全に破壊されたよ。なお、このペルジャンシク港での攻撃では同じロプーチャ級揚陸艦でもともと黒海艦隊に所属しているシーザークニコフ、ノボチェルカスクの2隻も損傷を受けているほか、今年の8月にはロシア本土南部の黒海艦隊基地があるノボロシースク港付近で、北方艦隊所属で黒海艦隊に配備されていた同級揚陸艦、オレネボルスキー・ゴルニャクがウクライナ軍の水上ドローンによる攻撃を受けて大破しており、ロシア海軍黒海艦隊の揚陸艦で無傷の艦はほとんどない状況に陥っているぜ。13日の攻撃に関するロシア海軍の被害についてはまだ不透明な部分も多いが、セバストポリ港付近で大規模な火災が発生していることについては NASA の FIRMS で確認されているため、いずれにしても黒海艦隊にとって無視できない損害が発生したことが確実視されているな。ウクライナへの都市攻撃に使用しているイラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136を運搬しているとされる大型揚陸艦と、カリブル巡航ミサイルを黒海上から発射している海キロ級潜水艦が損傷したことが事実であれば、ウクライナの一般国民を殺戮して苦しめている存在に打撃を与えたことになり、国民の戦意高揚につながる大きな戦果となるよね。ロシア海軍では、昨年よりウクライナ軍によるセバストポリ軍港へのミサイルやドローンなどによる攻撃が増加して被害が生じていることから、黒海艦隊の母港をセバストポリ港からロシア本土の黒海沿岸にあるノボロシースク港への移転を進めるとしていたけど、造船関連の設備や修理点検用のイヌイドッグなどの機能は簡単に移転させることは難しいのであろうと見られ、現在においても将来的にも艦艇の修理と整備にセバストポリ港を使用するしかないのであれば、今後も黒海艦隊艦艇への攻撃に悩まされるだけでなく艦艇のメンテナンスもままならない状況となり、海軍戦力をほとんど持たないウクライナに対抗できず、海上優勢を確保できない事態に陥る可能性が指摘されているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月17日、ウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー陸軍司令官は、昨年から激戦が続いている、東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート近郊において、
バフムートの南にある集落の一つで要衝のクリシェイフカをウクライナ軍が奪還したことを明らかにしたよ。さらに同日、クリシェイフカ奪還作戦に投入されていた第80空中強襲旅団が、第5強襲旅団や国家警察のユート旅団などと共にクリシェイフカの奪還に成功して解放したと発表し、このことを受けたウクライナのゼレンスキー大統領は同日のビデオ演説にて、バフムート地域で領土を徐々に取り戻しつつある戦士たちを評価したいと述べ、クリシェイフカを奪還したウクライナ軍第80空中強襲旅団、第5強襲旅団、ユート旅団の兵士の戦果を称えたな。さて今回はウクライナ軍がバフムートを包囲する可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍東部戦線司令部の報道官もクリシェイフカ解放を確認したとして、17日にクリシェイフカは正式に占領者から解放され解放された地域の安定化とロシア軍が埋めた地雷の除去が進められている。とした上で、我々は多くのロシア兵と装備に損害を与え、深刻な敗北をロシア軍に与えたが、クリシェイフカを確保したことでバフムートに駐留しているロシア軍の側面を露出させることに成功し、バフムートへの南側からの兵站ルートである幹線道路 T51 を掌握することが可能な地点まで進出したと述べているよ。クリシェイフカ近郊にはバフムートを見下ろせる重要な要衝である高地があり、ここからウクライナ軍がバフムートに対して、精密な砲撃を実施することが可能となるため、ウクライナ軍がバフムートを奪還する可能性が高まったことが指摘されているが、クリシェイフカから後退したロシア軍はこの地域の予備戦力を総動員して集落の西側を通る鉄道路線と、そのさらに西側を南北に通る幹線道路 T513 に防衛ラインを確立しようとしているとみられているんだ。東部戦線ではクリシェイフカのさらに南にあるアンドリーフカも15日にウクライナ軍が奪還したことを公表していて、バフムートからアンドリーフカまでの約 10km の地域を、ウクライナ軍が掌握したことになり、バフムート奪還の足がかりになるとみられているよ。なお、ウクライナ軍は18日には、クリシェイフカの周辺でロシア軍との戦闘を継続中として SNS 上に投稿していて、奪還を宣言したもののクリシェイフカ付近での戦闘はまだ続いているとしたほか、ここ最近ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていたハルキウ州クピャンスク及びドネツク州リマン方面の戦闘が、小康状態になっていることも明らかにしていて、クピャンスクリマン方面には第25軍の再配置が進められているものの、戦闘は散発的で発展していないため、当該地域の状況は小康状態を保っていると述べていて、クピャンスクリマン方面の戦闘は散発的な砲撃戦に終始していると見られているな。これらの東部戦線でのロシア軍の低迷については、この方面における強力な後方予備戦力として、最前線の部隊にとって精神的な支柱であった、第76新鋭空挺師団を、南部戦線に移動させたことが大きいとする声が上がっているぜ。第76新鋭空挺師団はそれまでルハンシク州西部のクレミンナ付近で部隊の再編を行っていたと見られているんだけど、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ府に本拠を構える同師団は、ロシア軍がウクライナへの侵略を開始した。2022年2月24日以前から、ロシア軍地上部隊の中でも盛況とされている、空挺軍においても特に精鋭部隊であるとみなされていたね。この侵略戦争のほとんどの期間において最前線に配置され、侵略戦争初期の数週間はウクライナの首都、キーウ攻略を目指す軍団配属となってキーウ周辺での戦闘に参加しており、2022年春にはブチャでの市民虐殺に関与したことなどが伝えられているんだ。キーウ攻略戦においてロシア軍はキーウ近郊に迫ったもののウクライナ軍の抵抗によって占領を諦めたことで、第76新鋭空挺師団はウクライナ中北部から撤退して東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月にはウクライナ軍による南部戦線において反転攻勢作戦が開始されるとの陽動作戦にロシア軍司令部が欺かれたために、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなどして、ウクライナ各地を転戦していたぜ。ヘルソン州においては陽動作戦であったものの、
結果としてウクライナ軍が州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川西岸地域を奪還解放したんだけど、その際ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違い、第76親衛空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えたとされ、その戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたんだ。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部の、クレミンナ方面に配置されていたのが確認されて、あとは、6月にドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社、ワグネルの戦闘部隊と交代部隊としてバフムートに配置されるなどしており、その間の戦闘によってかなり疲弊していたと見られていたのであるが、その後はルハンシク州の後方に配置されていたことが明らかになって、西側のシンクタンクなどでは戦力の回復を図っていると見られていたな。この第76親衛空挺師団が抜かれたことで東部戦線のロシア軍が弱体化しただけでなく、配備されたにもかかわらず南部ザポリージャ州の戦線でもウクライナ軍の攻勢を止められていないぜ。ザポリージャ州では交通の要衝トクマクを中心に、ロシア軍が塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車障害物を用いた、防衛ラインを30に構築していたが、その第一防衛ラインを突破されたことで慌てたロシア軍が第76親衛空挺師団を、この地域に移動させて配備したものの、9月15日から18日にかけてはウクライナ軍が、南のトクマク方面に進撃している部隊が第二防衛に到達し、奪還したロボティネの西にあるコパニと、東にあるベルベーブの3方向に向けて前進していることが、インターネットや SNS などで公開されている動画や画像によって明らかにされたよ。特に東のベルベーブにウクライナ軍が到達していることが事実であれば、第二防衛ラインがすでに突破されていることになり、ロシア軍にとっては看過できない戦況に陥っているとされ、トクマク周辺のロシア軍が防衛体制を強化していて、対戦車用の障害物や新たな塹壕を設置していることをイギリス国防省が17日に戦況分析として報告しているんだ。ロシア軍にとっては最精鋭とされる部隊を抜いた東部戦線においても、またその部隊を投入した南部戦線においても、いずれも劣勢に立たされる展開となったため、まさに二頭追う者は一頭も得ずとのことわざ通りとなっている状況だね。その一方で、ロシア国防省は17日、ウクライナ軍による巡航ミサイルやドローンによる攻撃が続いているクリミア半島において、ドローン攻撃があったが防空システムによって全機撃墜し、ウクライナ軍の攻撃の試みは失敗に終わったとしているが、ウクライナ側からの反応は特に見られていないぜ。クリミア半島への攻撃関連のニュースとして、18日にオランダで動画や画像をもとに兵器の被害をカウントして公表している。オリークスが XQ ツイッターに、先週セバストポリ軍港のドックに入居していて空対地巡航ミサイル、ストームシャドウによる攻撃を受けた海キロ級通常動力潜水艦ロストフナドヌーの画像を公開したな。そのロシア海軍関係者が撮影したとみられる画像では、左舷の艦腹と後部に大穴が開けられ煙を吐いている。ロストフナドヌーが映っているけど、その損傷を見る限りでは廃棄処分になるのではないかとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ保安局 SBU 関係者からの情報として2023年9月14日。2014年からロシアによって一方的に併合されているクリミア半島のエフパトリア近郊において、配備されていたロシア軍の防空システムに対して、ドローンと巡航ミサイルによる攻撃を実施して、展開していたロシアの防空システムを破壊したことが明らかなったよ。それによると SBU の軍事防庁部門とウクライナ海軍による合同の特別作戦として、最初にドローンによって対空レーダーやアンテナを破壊した後に、地対艦巡航ミサイルネプチューン2発を発射してロシア陸軍の地対空防空ミサイルシステム S-400 トライアンフを破壊したというぜ。さて今回はウクライナ軍のクリミア半島への攻撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に対してロシア国防省は、
防空システムへの被害については触れず、24日にウクライナのドローン11機がクリミア半島に飛来したけど、11機すべてを撃墜したと発表したほか、クリミア半島の南西にあってロシア海軍黒海艦隊司令部があるセバストポリ海軍基地にウクライナ軍の小型水上ドローンによる攻撃があり、航行していたパトロール艇に5隻が突入してきたが、そのすべてを撃退したとしているよ。その一方で、ウクライナ軍は黒海上で水上ドローンを用いた攻撃によって、ロシア海軍のワシリー・ブイコフ旧哨戒艦2隻を攻撃し、ある程度の損傷を与えたと発表したんだ。いずれにしても14日にウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃があったことは間違いないとみられ、ロシア国防省はその被害については全く明らかにしていないものの、クリミアの行政当局からの情報によると、クリミア半島の東端とロシア本土のグラスノダール地方との間のケルチ海峡に架かる、クリミア大橋が14日に通行止めになっているとされ、同大橋に対して何らかの攻撃があった可能性が示唆されているな。また、クリミア半島のセバストポリでは13日もドローンと巡航ミサイルによる攻撃があり、ウクライナ軍が発射したストームシャドウ SCALPEG とみられる巡航ミサイル18が、セバストポリ港にあるオルジョニキーゼ艦船修理工場に飛来し、7発はロシア軍の防空システムによって撃墜されたものの、3発が工場内で修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦ロストフナドヌートバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクに損傷を与え、揚陸艦ミンスクはほぼ大破したとされ、潜水艦ロストフナドヌーの損傷状況は不明ながら、精密構造の潜水艦においては軽微な損傷を受けたとしても行動不能に陥る可能性があり、ロシア海軍の被った損害は大きいとされているぜ。また13日には、セバストポリ近海で航行中の黒海艦隊の艦船に対しウクライナが、水上ドローン3隻で攻撃を仕掛けたことも明らかにされていて、ロシア国防省はセバストリ港に配置されていた防空部隊が巡航ミサイル7発を迎撃し、海上においてはパトロール艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張したな。ロシアがウクライナとの穀物輸出合意から一方的に脱退したことで、黒海上の制海権をほぼ握っているロシア海軍黒海艦隊では、黒海上でウクライナの港湾に出入りしようとする貨物船などに警告射撃などを行っているよ。そのためこのところ増えているロシア軍艦艇に対するウクライナ軍の攻撃には、自国に艦隊地巡航ミサイル攻撃を続けるロシアの海軍力を低下させる狙いや、ウクライナ産の穀物を輸出できるよう海上輸送の安全を高める狙いがあるとみられるんだ。この黒海西部における海上輸送の安全確保はウクライナにとっては戦費の確保などで重要であり、ウクライナの穀物を必要としているアフリカやアラブなどの国々にとっても死活問題であり、ロシアへの不満が日に日に高まっている中、国連が全く当てにならない現状においては、ウクライナは自力でオデーサやムイコラーユなど黒海に面した港湾や、ドナウ川航路の港湾とトルコのボスポラス海峡までの航路の安全を確保しなければならないよ。しかしながらウクライナ海軍は稼働可能な大型艦艇などをほとんど保有していないため、海上戦力では黒海艦隊に太刀打ちできないのが現状であることから、セバストポリへの艦艇や基地施設に対してドローンやミサイルによって攻撃を実施して、黒海艦隊の戦力を削いでおかなければならないな。そのために2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略を開始してから1年半に及ぶウクライナ戦争において、ウクライナ軍は黒海の制海権確保のためにこれまでも果敢に航空水上ドローンやミサイル攻撃を仕掛け、クリミア半島のセバストポリを拠点とするロシア海軍の黒海艦隊に何度も屈辱を与えてきたぜ。その屈辱のうち最たるものは開戦初期の4月13日に、セバストポリの沖合において黒海艦隊の旗艦だったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを、地対艦巡航ミサイルネプチューンの攻撃で葬り去ったことだろうね。さらにその後、黒海艦隊の旗艦となった最新鋭のフリゲート艦アドミラルマカロフにも昨年10月に、水上ドローンなどによる攻撃を加えて沈没寸前に大破させたよ。先月初めには、クリミア半島の東にあってロシア本土の黒海沿岸に位置する、
主要拠点のノボロシスクに停泊中のロプーチャ級揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャクを水上ドローンで攻撃し、その直後にはクリミア半島とロシア本土のグラスダール地方の間にあるケルチ海峡において、ロシア船籍の石油タンカーシグに攻撃を加え、これらの揚陸艦もタンカーも深刻な損傷を受けて修理のため、ドック入りしているみたい。オランダにあって、公開情報を分析して戦闘における損害を報告するサイトオーリクスによれば、侵略戦争開戦以降では黒海艦隊において16隻の艦船が攻撃を受け、そのうち10隻は沈没しており、沈没した艦船はミサイル巡洋艦モスクワ、揚陸艦ミンスク、サラトフにセルナ級揚陸艇などで、損傷を受けたのは潜水艦ロストフなどヌー、揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャク、ナティア級掃海艇などがあるよ。このためウクライナ軍による艦船攻撃が相次いで成功しているため、黒海艦隊の艦船がウクライナ南部沿岸に接近できなくなっているんだ。そして、黒海艦隊は重要な海軍資産をセバストポリから比較的安全とされている黒海の東側にある、ノボロシスク軍港に退避させたと伝えられているのであるが、艦船の修理や整備に必要な乾ドックなどの施設は簡単に移動させることができず、それらを実施するにはセバストポリを利用するしかないぜ。また、クリミア半島の北西沖にはボイコタワーと呼ばれている石油ガス掘削施設が多数あり、ウクライナ国防省情報総局によると、これらのボイコタワーは2014年にロシアがクリミア半島を併合して以来、ロシアが実効支配し続けていて、ロシア軍はこれらボイコタワーに防空レーダーを配備し、軍用ヘリコプターの発着に使用していたとされ、イギリス国防省などもボイコタワーついて言及していて、タワーが部隊の展開拠点やヘリパッド、長距離ミサイルシステムの設置場所として機能しうると述べていたな。ウクライナ国防情報総局は11日、同局に所属する特殊部隊がウクライナ海軍の協力で黒海上のボイコタワーを奪取する作戦を実施して奪還し、ヘリ搭載用の無誘導航空機ミサイル UAM や、黒海上を航行する船舶を追跡可能なレーダーなどを奪取したことを明らかにした上で、ゴムボートに乗った国防情報総局の特殊部隊がタワーに乗り移って占拠する動きを撮影した動画や画像を公開したよ。また特殊部隊に対してはロシアのスホイ30戦闘機が攻撃を加えようとする場面があったものの、特殊部隊が所持していた対空ミサイルなどによって攻撃を受けて撃退されたというんだ。ここに来てウクライナ軍は強力な艦隊を持たないまま黒海西側の海域の制海権を確保しつつあり、当初は無理とされてきたウクライナ軍によるクリミア半島奪還の可能性が少しずつ高まっているとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月15日、ウクライナ軍参謀本部が、ウクライナ東部ドネツク州で昨年から激戦が続いているバフムート近郊において、南 20km ほどのところにあるアンドリーフカを奪還したと発表したほか、さらにバフムートに近いクリシチューカにおいても成功を収めていることも明らかにしたよ。また、その前日の14日にはウクライナのマヤル国防次官がテレグラムに、アンドリーフカは我々のものとなったと投稿していたのであるが、この投稿について同日、当地で戦闘を実施しているウクライナ軍第3突撃旅団からはアンドリーフカではまだ激しい戦闘が続いていて、確保したとする声明は時期尚早であるとする発表があり情報が錯綜していたな。さて今回はウクライナ軍がアンドリーフカを奪還した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この第3突撃旅団の主張に対して、マヤル国防次官は自分がウクライナ軍との間で調整や合意を怠って勝手に発表することはありえないとして、反論を再びテレグラムにアップするなどのやり取りがあった後、15日になってウクライナ軍参謀本部がアンドリーフカの奪還を発表し、ウクライナのメディアもそれを受けてアンドリーフカ奪還を報じているよ。その後、第3突撃旅団側からもアンドリーフカを奪還して解放したとする発表があり、アンドリーフカを守っていたロシア正規軍の第72旅団は、200人以上の戦死者と300人以上の負傷者を出して壊滅し、
戦車などの装備のほとんどが我々の攻撃によって破壊されたとした上で、アンドリーフカの確保によって、我が軍はバフムートをよく南側から攻撃を加えることが可能となり、奪還作戦を成功させるための重要な鍵が得られたとして、前進が伝えられている南部戦線だけでなく東部戦線においても激戦が続いていたバフムートの奪還に向けて前進していることを強調したんだ。その一方で、南ドネツクのモクリアクリー川沿いにスタロムリニフカを目指している、海軍歩兵旅団の進軍に関する情報はないものの、その東側にあるノボマイオルスキー周辺で、ロシア側の軍事ブログなどによると、ウクライナ軍がシャイタンカ川を溶かしてノボマイオルスキーの市街地に入ったとの情報があり、インターネットや SNS に公開されている動画や画像などからも、ノボマイオルスキーで戦闘が発生していることが明らかにされているほか、スタロムリニフカの東にあるプリユトネ方面ではロシア軍が反撃を実施していると伝えられ、憎むほどウクライナ軍を押し戻したとしているが、今のところこのロシア軍の反撃を裏付ける証拠となる動画や画像は公表されていないぜ。またドネツク州では、州都ドネツク市の北にあるアウディウカにおいてもウクライナ軍が攻勢に出ているが、アウディウカとドネツクの間にあるオプトネ集落にウクライナ軍が入ったことが伝えられていたが、その後ロシア側からオプトネの集落内をロシア軍兵士が歩き回る動画などが登場しており、ウクライナ軍が集落内迷に入ったとの情報が誤報かあるいは集落に接近したものの、撃退された可能性が高いと見られているな。そして6月から始まった反転攻勢の主軸と見られているザポリージャ州の戦線では、ウクライナ軍が反転攻勢の拠点としているオレホボから、現在非占領状態にある交通の要衝であるトクマクまで、ロシア軍が塹壕や遊の波と呼ばれる対戦車障害物などによって30の防衛ラインを構築しているみたい。ウクライナ軍はロシア軍の30防衛員のうち、来、その守備戦力の 60% を割いていたと見られていた第1防衛ラインを突破してロボティネを奪還した後、ノボプロコピフカからベルベイブを結ぶ第2防衛ラインに到達してノボプロコピフカに迫っていることが確認されているほか、ベルベイブ方面では一部の部隊が第2防衛ラインを突破したとする情報もあるね。ウクライナ軍はこのトクマクからさらに南のアゾフ海に近いメリトポリを奪還して、ロシア本土からヘルソン州南部及びクリミア半島への補給路を遮断することによって、ヘルソン州とクリミア半島に展開しているロシア軍部隊への補給を断ち切って孤立させる、いわば兵糧攻めを狙った作戦を主体としているとされているよ。この戦線には反転攻勢用戦力として、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された新型の戦車歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などが配備され、ここまで訓練を重ねて育成されてきた12個の機械化旅団が投入されていて、その中の一つであるウクライナ空中機動軍第82空中強襲旅団には、イギリスから供与されたチャレンジャー24両が配備され、その訓練や後方支援体制に万全を期すために6月初頭に開始されたウクライナ軍による反転攻勢作戦に最初から参加することができず、ここまで6週間待ちに待ってようやくザポリージャ州ロボティネ奪還作戦における戦闘に投入されて、最前線にチャンレンジャー2がようやくその大きな姿を現したな。この第82空中強襲旅団にはチャレンジャー2戦車の他に、やはり NATO 諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装輪装甲車なども配備され、兵員は2000人規模の旅団であり、ウクライナ軍においては虎の子的存在の最強機械化部隊として投入時期と場所が注目されている中で、8月中旬に第82空中強襲旅団はザポリージャ州で戦闘に投入され、その後立ちどころに戦況に大きな変化をもたらしたぜ。彼らが投入された戦線は先にも書いたように、ロシア軍占領下のザポリージャ州南部の要衝であるトクマクを経てメリトポリ奪還を目標としていて、第82空中強襲旅団はロシア軍にとって重要な防御拠点だったロボティネ集落のすぐ北に展開して、第82空中強襲旅団と同様に西側諸国から供与された戦車や歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車を装備している。
第46空中機動旅団と共に、ロボティネの奪還と解放の任務につき、わずか1週間でロボティネを占拠していたロシア軍守備部隊を駆逐して解放し、この2つの西側装備で強化された空中強襲旅団がその力を国際社会に大きく誇示したよね。この際、第82旅団が保有するドイツ製マルダー歩兵戦闘車とアメリカ製ストライカー装甲車は、戦闘に参加している様子が撮影された動画や画像がインターネットや SNS に公開されていたことから、最前線に投入されていることが明らかとなっていたのであるが、チャレンジャー2については目撃情報や、実戦投入されていることを示す動画や画像が確認されていなかったことから、未だに温存されているのではないかとの見方が出ていたが、9月3日にようやくウクライナ国防省によって同旅団のチャレンジャー2が戦闘に参加している動画が公開されたため、すでに最前線投入されていたことが知らされていたんだ。ただこの際、配備された14両のチャレンジャー2のうちの1両がロボティネの郊外において、ロシア軍の対戦車ミサイル級 M133 コルネットによる攻撃を受けて破壊されたとされる動画が、XQ Twitter に公開されているぜ。西側メディアの一部はイギリスの新型戦車がロシア軍に撃破されたとして、大きく報道しているものの、インターネット上などでは新型戦車いえども強力な対戦車ミサイルなどの攻撃を受ければ、無傷では済むはずがないのは当たり前だとした上で、配備されたことが判明した直後にたまたま14両中の1両が破壊されたくらいで大騒ぎするほどのことではないと、冷静に受け止める声が多いな。むしろその動画を紹介する投稿には乗員4人は全員脱出して無事だったと伝えられていることから、旧ソ連製の戦車と違いチャレンジャー2における乗員の生存率の高さが証明され、兵員の損失をできるだけ防ぎたいウクライナ軍には大きなメリットであるとされているね。ここ数日はクリミア半島への攻撃についての報道が多く、ザポリージャ戦線についての情報が皆無であるが、冬前の雨季が迫る中で、ウクライナ軍がどこまで前進できるかが注目されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。